どんぐり FM。 どうも夏目くです。どうもなるみです。もう今年も年末ですよ。いやー、完全に年末ですね。なぜ年末かっていうと、はい、やっぱ僕ね、毎年ブログで今年買ってよかったものっていうのをなんか書いてるんですけど、これ書くともう今年も終わりに来たなっていうふうに思いますね。もうちなみに公開してあるんですけど、なるみさんツイッターでずっと2年ぐらい前の買ってよかったものが固定ツイートでしたよね。めんどくさくてさ、固定ツイート変えんの5秒ですよ。5秒だけどさ、何を固定したいかが別にないんだよね。ああ確かに、だからずっと2年前から固定したんだけどさ、こんなやつの2019年版出したので簡単に紹介していこうかなと。お願いします。思います。2019年、はい、なるみさんが買ってよかったもの、はい、結構あるんでめちゃめちゃ早く行ってきますね。もしくは、はい、ベスト3、ベスト3、ベスト5、はい、適当に行ってきます。はい。ニューバランスのパンツ、これ話しましたっけ。うん、あのニューバランスがニューバランスのスニーカーに合うパンツっていうのを出してて、これウエスト22っていう名前なんですけど、つまりあの腰からつま先までのラインがめちゃめちゃ綺麗っていう意味の名前なの、名前なんですけどね。これその名前の通り、やっぱニューバランスにぴったり合うようにできてるんで、ニューバランスを普段履いてる人はね、ぜひこれ使ってほしいなと思うんですよね。太さがこんな細かく5種類も出てるんで、これ3種類買っちゃいました。まあ夏目さんは興味なさそうなんですけど、めちゃめちゃ、はい。次があのヘイの T シャツ、これ夏目さん買いましたよね。僕も買って、今年じゃない気がする。あれ今年だよ。今年でしたっけ。去年のさ秋ぐらいにさ、売り切れて買えなくて、あ、届いたの今年だったんだよね。春夏めっちゃ効いてましたね。あとパーカーも買った。これ T シャツが4800円でさ、パーカーが5700円、4900円 か。パーカーが結構ねお得なんだよね。なので買っちゃいました。今新しいの出てんの知ってます？あ、そうなの。パーカー、へえ、買わないとね。リンクが死んでる。ちょっとパーカー見てみようか。ヘイストアで行きゃいいんですよね。これほら、なんかおしゃれな明細出てますね。他にもそれ以外も。ほんとだ。あ、なんかちょっと違うの出てる。へえ。ちょっと高いんですよ。8000円ぐらいする。ちょっとこの明細のやつ1万円しますよ。刺繍なんですよね確かね。へえ。普通の企業のロゴパーカーで1万円ってなかなか強気な値段ですよねこれ。はい、ヘイのパーカーなかなか良かったなと思います。あとなんだろう、いろいろと飛ばしていくとね、僕今年めちゃめちゃプロテイン飲んでたんですよ、筋トレして。なのでこのプロテインと、あと筋トレの時に飲む BCAA、 これ多分話しましたよね、ポッドキャストで。それも今年買って良かったもの入ってますね。BCAA ってあれですね、必須アミノ酸ですね。必須アミノ酸、これを飲みながら運動すると、普通運動しながら、運動してる時って筋肉が分解されていくんですよ、どんどん。その分解を防ぐんで、効率よく、なんですかね、筋トレできると。で筋トレした後はこのプロテイン飲むと筋肉がつきやすくなりますという、これセットで飲んだ方がいいんですよね。あとはね、 AirPods Pro 買いました。これすごい良くないですか、使ってる。これはノイズキャンセリングはなかなかいいっすね。あとなんだろう、去年も書いた気がするんですけど、僕スマートスピーカーはソノスが一番いいと思ってんすよ。知らない。知らない。これね、普通スマートスピーカーって Amazon Alexa か Google アシスタント、どっちかじゃないですか。で夏目さんは多分 Google 派っすよね。でこのソノスっていうのはどっちも入ってんすよ。切り替えられるの1個のスピーカーで。しかもAmazon Music とか Google Music とか Spotify とか Apple Music とかがいろんな音楽配信サービスに対応してるんで、これ1個持ってればもう完璧なんですよね。しかも音質がすごい良くて、何がいいかっていうと、Sonos の専用アプリがあるんですけど、そのアプリで部屋の中をこうやってブンブン回すんですよ。そうすると、あ、このSonosアプリから音が出てて、音の反響によって部屋の構造を理解して、すげえ、どこが出してるんですか。そう、ソノスっていうアメリカのメーカー。へえ。これアメリカでもかなり有名で、で最近日本にも上陸したんだけど、とにかく音がいいんですよね。その部屋にマッチした音を出せて、で値段も
1個2万4000円なんでめっちゃ高いわけじゃないですよ。なのでこれ2つ買ってセットで置くともう完璧っすね。その辺っすね、僕買ってよかったもの。一番良かったのは、一番良かったのはね、まあでもどれも一番とかないか、この Uber Eats のバッグですね。ほう、僕の目の前には今 Uber Eats のあのよく自転車とかねバイクで乗って走ってる人の、はい、これどうしたんですか。 Amazon で買いました。売ってるんですか。売ってるんすよ。これこの近くで見るとめちゃくちゃでかくないですか。でかい。でこれ触ってみると分かるんですけど、あのナイロンの質感とか裏側のこのアルミでさ保温できる、保温できるようにしてあるところか、あの一部こういう出っ張ることができてピザ入れるスペースになったりとか、めちゃめちゃ高機能なんですよね。へえ。あとこのジッパーも全部防水ジッパーなんですよ。すごいがっしりして作ってて。これどうしたんですか、買ったんですか。そうそう、アマゾンで買ったんですよ。4500円ですよ。へえ。なんか 2,3 万しそうな作りなんですよ普通に、うん、だからこれ買ってよかったなと思って。であの通勤使ってるんですけど、中にパソコンとか入れてこれしょって電車乗ってるんですけど便利ですね。あの配達の人が何時間もしょって自転車で配達するわけだから、あのこのショルダーのストラップ部分もすごいよくできてて持ちやすいですね。重さを感じないんですよ。これを背負って、うん、電車乗って、電車乗って朝来たりするんですか。します、します。地下鉄乗って。最初ねめちゃめちゃ恥ずかしかったんですよ、うん、恥ずかしそう、うん、でももはや誰も気にしないことに気づいて慣れちゃいましたね。これ買ってよかったなと思いますね。旅行にもいいんじゃないですかね。良さそう、うん、着替えとかねたくさん入りそう。1ヶ月分ぐらい入りそうじゃんこれ。これは Uber Eats さんにはコラーって言われずに公式で出てるものなんですか。公式というかこれあの Uber Eats が Amazon で売ってるんですよ。ほら本当だ、 Uber Eats 社が出してるっていう。はいはい。インサルテッドデリバリーバッグっていう名前みたいですね。すごくないですかこれ。すごい、うん、なので別に誰かがこれ転売してるわけじゃなくて普通に新品ですからね。ただ今売り切れてるんですよ。あら、現在在庫切れなので、じゃあやっぱ結構人気なんですね。人気なんじゃないですか。これパーカーも売ってるじゃないですか。ほうほう。パーカーね3100円で売ってますね。これセットで買えばもうあら不思議、ウーバーの人になれるっていう。安いパーカーが。ほんとだ、これは絶対偽物ですけど。これは偽物っぽいね、ロゴちょっと違うし、うん、あとこの Uber Eats のキャップとかね。へえ。Uber Eats 配達中のステッカーとかね。へえ、そういうのが売ってるんですね。売ってるんすよ。まあ、確かにね、こう普通の方々というか、うん、あの登録してる人じゃない人が買って走ることによっては、ね、そう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 、どこもかしこも今 Uber Eats だって宣伝になりますからね。ノベルティってそういうもんですからね、うんうん、そうそう。だヘイと同じことなんですかねこれは、うん、娘さんも Uber Eats 割とヘビーユーザーだったからかつて ねこういうの買っちゃえばいいじゃんと思うんですけど、ね、確かに確かに、あー確かにいいなと思ったけどちょっと嫌いになっちゃったからな配達の遅延がね、うんうん、とあと結構ねカスタマーサポートとかがあんまりよろしくないので、はいはい、まあ、そのうち改善されるといいですけどね、うんうん、それがなるみさん2019年買ってよかったものベスト1位はこの Uber Eats のバッグですね、うんうん、夏目さんは何かあるんですか。僕はですね、はい、2つありまして、はいはい、1つが AirPods Pro。 おお、かぶってるね。 AirPods Pro はいいですね。やっぱあのノイズキャンセリングよく使ってます。そうで、これ僕はあんまり気づいてなかったし、あんまそういう人のことを信用してなかったんですけど、うん、集中できないとか、うんうん、こうなんだろうな、なんだろう、仕事に頑張りたいときに、うんうん、ノイズを消してみたいな、はいはい、持論としては別に仕事できる人はどこでもできるからそんなのは気にしなくていいんじゃないと思うんですけど、うん、全然違いますねあのさ、突き出す瞬間さポンってスンってなるのがいいよね。そう、うん、全然違いますね。集中できんだ。うん、へえ。なんかさ集中するときさ、これちょっとざわざわしてるぐらいの方がね、はいはい、好きなんだけど、まあ、だからよくカフェとかで、ね、そうそう、夜のファミレスとかさ、うん、僕ね結構、うん、全然自分じゃ気づいてなかったんですけど、うん、結構違いますね。このノイズキャンセリングというかカナル型で耳塞がれてるのと、はいはい、そうじゃないのだと、うん、もう全然僕集中力ないですから、気が散って気が散って。前さこのポッドキャストの第10回ぐらいまでの間にさ BOSE イヤホン
やってたよね。そうそうそう、うん、それあれ有線なんですけど、うん、あれもノイズキャンセリングすげえ完璧なんですけど、あれに近いですね。あれすごかったね、うんうん、飛行機だとやっぱり良かったよね。全然違う、うん、でそれに近いこの AirPods Pro は、うん、めちゃくちゃいいですね。無線でここまでやってくるのすごいよね、うん、すごい。しかもまあ当たり前なんですけど Apple が出してるので、うん、iPhone とかとのシームレスな接続、はいはい、うん、今 AirPods Pro というか AirPods がすげえ累計だと売れてるんですね。らしいですね、うん、そうだから Apple 社はもう今電話屋さんからイヤホン屋さんになんかさ、これニュースで見たんだけど、うん、次期 iPhone からもう AirPods Pro 同梱するみたいな。まあそっちの方がいいですよ、ね、っていうかだって今時有線では出さないでしょ、うん、まあそうだけど別売りじゃなくて一緒にもうセットにしちゃうらしいから、ね、まあその分高くなるじゃないですか。なるだろうけど、でもそうするとさ、僕2個になるわ。 Siri を使う人がやっぱすげえ増えるのかね。はいはい、そういう風になんかハードウェアからもう独占しようとしてる感じがして、いやすごいですね。力技でいいなと思って、うんうん、まあ、やっぱすごいね AirPods Pro は便利で便利、うん、これはぜひもうほんと久しぶりに買ってよかったものですね。最近ようやく在庫が戻ってきてる感じして買えますね。へ、うん、昔、AirPods 普通のを買った時にいいなと思ったんですけど、うん、ちょっとスカスカで音が、うん、なんだろう、 Netflix かな特に、はいはい、を電車とか道路沿いで聞くと全然聞こえないんですよね、うん、音マックスにしても。そっか、そういうのもあるね、うんうん、あとなんかあの引っ掛けるだけみたいなのが、うん、なるみさんは言ってましたよね。俺落ちそうだったんだよね。僕は結構多分あれっていくつかの耳の形をたくさん撮って、うんうん、あの最適解として出すんですけど、そうだ、ね、で今回それの写真、今回刷新するためにまた、うん、もうその何倍もの写真のデータを撮って、うん、あのなんだろう、サンプリングというか、はい、いろんな耳の形で学習してらしいんですけど、アメリカで少しも問題というか話題になってたのは、うん、ホームレスの方々の写真ばっかりになってて、うん、へえ、なんで？ね、ね、撮りやすいからかな。いや、わかんない。で、うん、でそこで書かれてたのが、うん、どっかリサーチ会社か、うんうん、多分どこかに投げられた先、アップルから、うんうん、が多分あの買いやすく、ああ、孫受けのリサーチ業者が。そう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 、その辺のホームレス呼んで写真撮りまくってみたいな感じなのかね、はい、で100円渡すからとかにしたんでしょうね。普通 の, あの普通のっていうか、あの正社員として働いてる方々よりも多分安くできるから、まあそうだね、うん、10円投げるからみたいな。でそれがアメリカだと問題になってました。昔とか AirPods Pro 出た時に、でも耳には変わらないっていうか、耳だったら何でもいいわけですよね。そう、別にいいじゃないですかね、うん、ただ耳の機械学習する時の機械学習っていうか、うん、あの大量のデータが欲しいわけでしょ。ディープラーニングとか、うん、そうですね。おかげで僕なんかあ、合ってないか、今回ぴったり合うんですよ、はいはい、うん、しかもまあ離れ方ですからね。あ、そうだね、ギュッと押し込むタイプだから、うん、ちょっと安定したし、うんうん、あとそうノイズキャンセルした瞬間の切り替わりもすごいから、そうですね、よりフィットした感じがしますね、うん、で僕もう一つ買ってよかったのが、うん、お水です。クリスタルガイザーあのミネラルウォーター。何かと言いますと、僕ずっと、うん、もう数年間生茶のデカフェ飲んでたそうだよね。そしたらその生茶のデカフェが、うんうん、リコールお茶がリコールってどういうことなんだ。あのなんか不備があって、うん、製品に問題があるからって言って、はいはい、もう今販売なくなっちゃったんですよなんか俺前夏目さんちった時さ、うん、その生茶ちょっと飲まされたよね、うん、これ、うん、あのもう製品回収されてるやつですって言ってそうそう、不良品めちゃめちゃ出てきたけどさ、そうそう、まあ飲めるよね、飲める、うん、で飲んでてもう買えなくなっちゃったんで、うん、お水買ったら、はいはい、美味しくて、うん、しかも安くて、あの500のペットボトル、そうそう、あれもうダンボールでバワーバワーって買ってます。 あれいいよね、うん、うん、なので買ってよかったの僕は水、AirPods Pro と水です